はい、はい、行きましょうかね。はい、ポテトメガネです。ポテトメガネでございます。はい、いや、はいはいはい、ちょっとですね、今回問題作というか、はいはい、問題作また持ち込んできたの。一応ね、タイトルはね、うん、ちょっと過激な感じで書いてますけど。過激派。はい、もうやめてもう。ただね、そういうの。これね、うん、実際、まあ、ちょっと簡単に初めて見る方に向けて簡単に説明すると、はい、以前僕が安いメガネ屋さんでメガネを買ったんですね、うん、で実際どうかっていうのを1ヶ月近く使って検証してみて、うん、結果を発表するというか、うん、で購入する時のポイントとか、うん、こうやってここでこういう風に買ったらいいですよとかっていうのをご説明しながら、意外と良かったですよっていう、はい、評価だったと思うんですけど、前回まではね、そうですよくあるじゃないですか。まあ、僕らみたいなプロが安いメガネ買ってめちゃめちゃそれ叩くっていう、うん、いやダメこんなの、うん、じゃないんですよ。じゃない。結果から言うとめちゃくちゃ良かったです。そっちあの筋はそうだったと思うんですよ。それでまあ良かったね、叩かれることなさそうだなと思ってたわけですよ。で、ね、それこそね、はい、これを見て、まあ、僕らが言ってるこだわりのメガネを扱ってる僕らが言ってるから、はい、あ、じゃあそれ通りに買えば問題ないんだということで、まあ、安いメガネを買おうとしている方に対しての、うん、まあ、情報提供というか有益な情報提供にもなって僕はすごく良かったなと思っていました、うん、思っていました。いましたが、さらにここから有益な情報を。マジで、まあ、あれ有益な、いやそうですね、お得ではないかな。前回の話聞いてね、早速購入された方はおーみたいになるっしょ。ただ、さらにこれを加えて買われると間違いないですよと、この情報を。あ、そういうことね。加味して。そういうことですね。はい、よかったよね。という情報です。僕が失敗したなっていうところです。はい、で、何かというと、まあ、あれからだいたい 2,3 ヶ月プラスで使いましたけど、うん、まあ、パッと見ね、分かんないと思います、多分普通に素人の人が見たら、ね、うん、ていうか、まあ、僕らが見てもはいはいって感じでしょ。でもね、これ触って、ここ見たらすげえ分かるんですよ。長板とも両方で畳んだりとかしたら、あ、やっぱそうやね、うん、でしょ、うん、はいはいって感じでしょ。こうシンク持ってる時点でなんか、あ、なんか違和感あったでしょ。あったあった。あ、そう、これ ね、 別にね、かけれなくはないんですよ、うん、かけれなくはないんですけど、うん、まあ、どうなったかっていうと、うん、単純にここの長板が3枚長板なんでやっぱ曲がるんですよ。まあ、曲がるとどうなるかというと、こういうパタパタもなりやすいし、これはまあネジ締めれば治るんですけど、よく見てもらったら分かるんですけど、ここがね、長板がこうなってるのがこう斜めってるんですよね。っていうことはテンプルがこう出てるのがこうなっちゃってこうなってるということは、かけた時にこうずれてくる。でめちゃくちゃ下がってきますこれで。僕はただ言っても自分で調整ができるんで、まだそこまでストレスないんですよ、うんうん、あ、もう明日持ってって調整しようかなぐらいの感じで、今日はいいやぐらいの感じでいつも使えるんで、あんまり気にならないんですけど、これね、お店が遠くにあって車で 2,30 分かけないといけないとか、で自分じゃもちろん調整できないしっていう人からするとすげえストレスじゃないかなと思って、しょっちゅう下がってくるし、かけた感じも気持ち悪い。でなんでこうなったかというと、まあ単純にかけたまま寝てるという。それさ、かける人がいる。まあまあまあ。最も、山本君やってはいけない。やってはいけない。はい、最も山本君が、でも多いと思うけどね。で、そう、これね、僕お客さんには言うんですよ。かけたまま寝るのは良くないですと、ね。でも最終的に僕は、まあ僕もしますけどねっていう話になるんですよ。でその時に何がいいのって結局みんなやっぱ聞かれるんですよ。もう最終かけたまま寝ても大丈夫なやつが欲しいってなるんですよ。ここまで、うん、なるんですけど、ただね、ないんですよそんなメガネは。大体が今あるのが、例えばもうこう鼻当てが一体型の一山タイプにしておけば、クリングスとかね、そういうのが曲がることがないんで大丈夫です。ただ横がやっぱどうしても曲がりやすくはない、細いのはね。で硬いのがいいかっていうと、硬いのも寝たまま圧がじわっとかかると結局変形するんですよね。なのでそれも良くないと。で形状記憶のものになると、うん、結構横はいいんですけど、うん、単純に形状記憶のってデザイン的にフロントがセルで鼻パッド一体型っていうのあんまないんですよ、うんうんうん、テンプルが形状記憶のやつって、うんうん、だいたいクリングスなんですよ、うんうん、っていうことは形状記憶で横はいいけどクリングスが曲がっちゃうんですよ、うんうん、なのでそれも良くないと、はいはい、で僕が今まで使った中で結局じゃあ何が良かったのってなると、はいはい、やっぱね7枚長板なんですよ。
あ、5枚長板以上以上の強度があるもの、うん、ここのね長板の枚数ね、うんうん、これ結局3枚長板で、うん、で職人さんがよく言うチャイナのやつ、はいはい、柔らかいんでしょうねチャイナの3枚長板、これメガネ職人さんよく言いますけど、チャイナの3枚長板はもうほんとね、ただこう曲がるとかじゃなくてねじれて曲がるんでめちゃくちゃ立ち悪いんですよね。調整してたらポロッと折れたりとか、ただのこういう埋め込みだったら抜けちゃうとか、なのでそういうのがあるんで結構メガネ穴かせというか、まあ使い捨て感覚ので使ってもらってる方だったら全然いいと思うんですよ。僕もそのつもりで買いましたしいいんですけど、ただねやっぱあのしっかり使いたいのにっていう時にこの3枚長板やっぱすごく頼りないというかになります。まあメーカーによってもね、日本の3枚長板だともっと厚みがあってしっかりしてるものとかもあるんで、そういうのだと曲がりにくかったりはするんですけど、それでもやっぱね5枚以上じゃないとちょっと強度は、うん、安心できないかなと。とにかく安いメガネ屋さんでもそうじゃないものもあるので、5枚長板とか7枚長板っていうのがあるので、それを選んでもらったらいいかなと思います、うん、はい、わかるよ、わかるあれですよね、これがネジのさ、そう個数っていうか枚数、ね、ここの枚数でしょ、枚数、はい、これが、7枚長板ですけど、ここの噛み合わせの枚数ですね、長板の、うん、これがだいたい3、5、7で、まあ、5枚以上が頑丈なんで、枚数が多いほどですね。なのでそういった方が、しっかり曲がりにくい。僕も家では BJ の P551 のメタルパッドじゃないやつ、あの針長のやつです ね、を使ってますけど、それがセルロイドで、5枚長板なんで、すごくそれでかけて寝ても肩崩れとかしにくいので、まあ、そういったんだったら間違いないかなというところです。山本くんなんか基準がもう贅沢になってるから ね、なんつったもんですよね、うん、そもそもね、そうそう、僕そうなんですよ、あのだからありがたいことにいいメガネしかかけたことなかったんで、ね、そう、あのこういう風になるって知らなかったんですよ、ね、であのこれね、あの安いメガネだからじゃないんですよ、うんうんうん、結構ちゃんとしたメガネ屋さんでもチャイナの3枚長板使ってるとこもあるし、うんうんうん、うちも海外のものとかだとたまにチャイナじゃなくても3枚長板はあるので、うんうん、そういうものだとやっぱ5枚とかね、7枚長板に比べると、うん、あの曲がりやすいです、うん、なのでそれを気をつけてください、うん、タイトルでは安いメガネ買って失敗したみたいなちょっと過激なタイトルになってますけど、うんうん、そうではないとね、ではないと、まあイコールではないというところだけ気をつけてください。なので買われるときは、3枚じゃないこういう7枚とか、もしくは5枚があれば、5枚以上があればそれを選んでいただいて、そういう基準で選んでもらっていいかなと思います。はい、あの僕ら別に安いメガネがダメって言ってるわけじゃないので、あのパジャマというかね、家メガネとしてもお仕事用とかでも全然いいと思いますし、あの全然ちゃんとしたものを選ばれれば問題ないので、より良い買い方をっていうことです、うん、そう、そういうのをすごい否定しようとしてやってるわけじゃないんで、皆さんが失敗しないように、はい、あのストレスの少ないいい豊かなメガネライフを送れるようにということです、はい、すごいなんか普段の僕を知ってる人はね、そういう目で見ますけど、というまあそういう気持ちでやってますから、はい、ということで以上、参考にしていただければ幸いです。はい、はい、ではまた。MJ の願いはチャンネル登録、 MJ の願いはチャンネル登録、 MJ の願いはチャンネル登録、モッサンの願いもチャンネル登録、ぬで終わった。ぬって何。